ソ連の封筒に印刷されたモロゾフの肖像画、アレクサンドル・アレクサンドロビチ・モロゾフは、ソ連の戦車設計技師、ロシア帝国お料理県ブリャンスク軍、ベジツア州生まれ。1914年、一家は東ウクライナのハリコフに転居し、父アレクサンドルはハリコフ蒸気機関車工場で働いた。モスクワ科学技術学校を卒業後、1919年3月、モロゾフは、 ハリコフ蒸気機関車工場で技術文書の筆記者として働き始め、1923年5月から設計士となった。1926年11月、赤軍に召集され、キエフの第20航空飛行隊に勤務した。1928年、除隊後、工場に戻り、1928年10月からアアイアレクセンコが指導する戦車設計グループに入った。 当時、モロゾフは T-12 及び T-24 戦車の開発に関わった。その後2年間、ロモノソフ記念モスクワ通信機械大学、ハリコフ蒸気機関車工場付属の機械専門学校で学んだ。1933年、赤軍海艦戦闘訓練班の教育に送られ、1934年5月、BT 戦車指揮官課程を終了した。 1936年7月、モロゾフは新規設計班長となり、主任設計士のミハイルコーシュキンと知り合った。モロゾフはコーシュキンに認められ、彼の次長となった。当時、根本的に新しい A-32 戦車の開発が進められており、これは後に T-34 として採用され、第二次世界大戦中における赤軍の主力戦車となった。 公主金の死後、1940年10月、モロゾフは主任設計士となった。独ソ戦勃発後、工場と共に虹にたぎる死に疎開した。1941年10月、モロゾフはウラル戦車工場の主任設計士となった。1943年、社会主義労働英雄の称号を授与された。戦時中、軍部の要求により火力を増した。 T-34-85 を開発した。1945年1月、戦車技術少々の階級が授与された。対戦末期、モロゾフの指導の下で T-44 戦車が開発され、戦後の T-54 の基盤となった。これらの戦車の開発に対して国家賞を受賞した。1951年11月、ハリコフに移動。 1963年10月、T-64 戦車を開発し、これは後に T-72、T-80、T-84 の基盤となった。1972年5月、工学科学博士。1976年、ソビエト連邦共産党、第25回大会大議員に選出。1976年6月、 健康状態の悪化により主任設計士と設計局長職を離れる。1979年、死去社会主義労働英雄。霊人賞、国家賞受賞。ウクライナソビエト社会主義共和国功労機会、製造者。霊人勲章3個、10月革命勲章、2等、スボーロフ勲章、1等、クトゥーゾフ勲章、労働赤旗勲章3個。 赤星勲章を受賞。ハリコフ蒸気機関車工場の設計局、ハリコフ機械専門学校には彼の名前が冠され、ハリコフの通りの一つが AA モロゾフ通りに解消された。ブリンスク市には彼の胸像が建てられた。ありがとうございます。